はい、JD ワインの服部です。よろしくお願いします。今日ご紹介するワイナリーはですね、カンティーナ・ディ・マルツォというね、ワイナリーですね。こちらはですね、グレコ・ディ・トゥーホの新設中の新設ですね。350年以上続くワイナリーですけれども、本当にね、グレコ・ディ・トゥーホのポテンシャルをね、引き出すね、素晴らしい生産者です。いわゆるクルの概念ですね。畑の概念を持っていて、まあ、科学的にもですね、調べて3つのね、シングルビンヤードということで、これまあ1つですけれども、作っていましたね。そうですね、実際行ってみるとですね、当主が迎えていただいてですね、さまざまな、ね、地形とか歴史であるとか、カンティーナというかね、そのね、ワイナリーの中をね、いろいろとね、見せていただきました。カンティーナ自体は、当時ね、防空壕ですね、を使ったですね、ワイナリーになってまして、まあ、スパークリングワインも含めて、基本的にグレコディ・トゥーホを作っているワイナリーですね。もちろんね、フィアーノであるとか、それから、タウラージも作ってますけれども、まあ、本人はね、タウラージあんまり好きじゃないって言ってましたね。だからタウラージは少し試験的にやってるって言ってました。皆さん口をね揃えていますけれども、2021年はすごいいい年だったらしくって、非常に今から楽しみだというふうにもおっしゃってましたね。ワインの方はですね、フィアーノを最初いただきまして、その後グレコ・ディ・トゥーホのノーマルなもの、それから単一畑のもの、そしてタウラージというふうにいただきましたね。これまでのですね、グレコ・ディ・トゥーホの概念を完全に覆すようなワインですね。ミネラル感がですね、半端ないですね。で、やはり作り方も、今までちょっと樽、昔は樽とかを使ってたみたいなんですけど、今は全てですね、その樽をなくしてですね、ステンレスのみということで、作っているワイナリーですね。日本でも購入できます。これはね、ぜひね、飲んでいただきたい、ワインですね。ちょうどね、オールドヴィンテージがあったので、これ2016年いただきました。グレコ・ディ・トゥーホは実はですね、結構ポテンシャルがあって、6年、7年、まあ、10年ぐらい寝かせるとですね、色が黄金色に変わってですね、素晴らしいワインになりますの。こちらのワイン持ってる方がいらっしゃったら、少し寝かした方がいいかなというふうには思いますね。まあ寝かしても面白いですし、今飲んでも当然美味しいです。他にもね、こういった動画ありますのでチェックしてください。失礼いたします。